突然の不運で苦しい生活を強いられている。大切な人を失って一人ぼっちになってしまった。この世の不条理に生きることの意味を見出せない。人生には様々な苦しみがあります。正しく努力して生きていても、突然の災害で不自由な生活を強いられたり、不意に愛する人がこの世を去ってしまったり、誰しも生きていると耐え難い苦しみに襲われる時があるでしょう。仏教の開祖ブッダもこの世には楽しみが少なく苦しみが多いと説きました。苦難の時は全ての人に等しく訪れます。では私たちはどのようにすればその苦しみを乗り越えることができるのでしょうか。このような苦難を乗り越えることを目的として仏教は始まりました。もし今あなたが苦しみの中にいるのであれば、仏教の教えを通じていくらかでもその苦しみを和らげたい、そのような思いで今この動画を作っています。さて、仏教では2つのことが重視されます。一つは知恵、もう一つは実践です。今回は苦しみを乗り越えるために必要な知恵と実践について仏教の教えに触れてみましょう。知恵とはこの世の真理を知ることです。仏教では私たちの苦しみは真理を知らないことから始まると考えます。そしてブッダはこの真理を知らない状態のことを無明と呼びました。明かりを持たず闇の中をさまよっている状態、このような状態では努力しても闇雲にさまようだけで苦しみは消えず、すべてが徒労に終わってしまいます。むしろ努力しても無駄だという気持ちになって、より一層苦しくなるかもしれません。逆にこの世の真理を正しく知ることができれば、正しく進んでいくための明かりを手にすることができるわけです。知恵を身につけるということは努力を行うための準備とも言えるでしょう。では苦しみを乗り越える努力をするために必要になる知恵とは一体何でしょうか。仏教には様々な教えがありますが、言っていることは全てつながっていてとてもシンプルです。ブッダが残した言葉に次のようなものがあります。物事は心に基づき、心を主とし、心によって作り出される。もしも汚れた心で話したり行ったりするならば、苦しみはその人に付き従う。車を引く牛の足跡に車輪がついていくように、物事は心に基づき、心を主とし、心によって作り出される。もしも清らかな心で話したり行ったりするならば、福楽はその人に付き従う。影がその体から離れないように、苦しみも喜びも心によって作り出されるということですが、これはいわゆる物事は気の持ちようとか、何事もポジティブに捉えて前向きに生きようとか、そういったことではありません。ここでブッダはそのような表面的なことではなく、私たちの心の質そのものが世界を作り出すという根源的な仕組みについて語っているのです。このことをより深く理解するために、仏教において重要な概念である業についてお話ししましょう。業とはカルマとも呼ばれます。カルマとは私たちの行いからその後の結果を生み出す力のことを指します。例えばリンゴが木から落ちるのは地球に重力があるからですが、この重力のように私たちの行いから結果を生じさせる力がカルマです。良い行いをすれば良い結果が、悪い行いをすれば悪い結果が、良いことも悪いこともすべて過去の自分の行いによって生まれている。そしてこの自然法則を因果の道理と言います。原因となる行いを因、その結果を果と呼び、合わせて因果です。ここで注意していただきたいのは、いわゆる悪いことをすると罰が当たるというように、悪い行いによって事故や災害などの不運に見舞われるということではありません。悪い行いによって心が汚れ、その汚れた心によって作り出された物事がさらに自分を苦しめる、そのような心の作り出す世界についての絶対的な法則だと考えてください。ブッダはこのカルマ、因果の道理について、その力は100頭の象よりも強いと語りました。これはつまりカルマの力からは誰も逃れられないということを言っているわけです。仏教には神悔という言葉があります。これは私たちの行いの段階を表したものです。神とは身体のことで、実際に体を動かして行動する段階を指します。次に苦とは口のことで、言葉として発する段階を指します。最後に意とは心で思う段階を指します。さて、
この中のどの段階でカルマは生じるのでしょうか。仏教ではこれらすべての段階でカルマが生じるとされます。仮に誰かに暴力を振るうという行動を抑えたとしても、心の中で殴りたいという気持ちが生まれた段階で悪いカルマがたまると考えます。むしろ心で思わなければ行動も起きないのですから、心の段階が最も重たいのです。先ほどの話に戻りましょう。物事は心に基づき、心を主とし、心によって作り出されるというブッダの言葉がありました。汚れた心には苦しみが付き従い、清らかな心には福楽が付き従う。私たちが苦しみを乗り越えるためには、この因果の法則、カルマの力を受け入れ、心の質そのものを清らかなものに変えていく必要があります。ここまでが知恵のお話です。ではどのようにすれば心の質を変えることができるのでしょうか。ここからは苦しみを乗り越えるための実践について考えていきましょう。結論から言うと、仏教における実践とは慈悲の実践です。仏教を知らない方でも慈悲という言葉はよく聞くのではないでしょうか。慈悲とは2つの漢字が組み合わさった言葉です。慈悲の慈とは喜びを与えること、そして慈悲の悲には苦しみを取り去るという意味があります。つまり誰かに喜びを与え、誰かの苦しみを取り去ること、それを願う心が慈悲の心です。ここで言う誰かというのは人間だけではなく、虫や鳥、動物など生きとし生けるものすべてを指します。最初にお伝えしたように、仏教は苦しみから解放されることを目的としています。ではなぜ慈悲の心が自分の苦しみを手放すための実践方法なのでしょうか。そのためにはまずは慈悲がどのようなものなのかを知る必要があります。仏典の一つに雑法蔵経と呼ばれる経典があります。この経典ではブッダの前世が記されており、慈悲を考える上で大切な物語がいくつかあります。まずはこの雑法蔵経の中からブッダが前世でオウムだった時の話をご紹介します。昔々インドの山に広がる広大な森にたくさんの動物たちが住んでいました。そんなある日のこと、この平和の森で山火事が起きてしまいます。はじめは小さな火でしたが、乾燥する季節に風が強い火でもあったため、火は風に吹かれ勢いを増し、あっという間に森を炎で包み込みました。迫り来る火の手、動物たちは皆逃げ場を失い、森の中をさまようものばかりです。その時、ある一羽のオウムが森の中を飛び回っていました。自らも安全な場所を求めて飛んでいると、炎に追い詰められた動物たちの姿が目に飛び込んできました。恐怖に震える彼らの姿を見て、オウムはかわいそうだと思いました。彼らの苦しみが自分の苦しみのように感じられて、いたたまれなくなったのです。オウムは近くに水辺のあるのを見つけると、そこへ降り立ちました。それからその水辺で羽を濡らすと、山火事の上に飛んでいって、濡れた羽をバタバタと羽ばたかせて水滴を落とし始めたのです。羽が乾くと、オウムはまた水辺へ戻り、羽を濡らしては同じように炎の上に水滴を落とし続けました。何としてもこの山火事を消すのだという思いがオウムの心を埋め尽くしていました。そんな心からの思いが大釈天へと届きます。大釈天とはインドの神様で仏法の守護神です。神の目を持って山火事に気づいた大釈天、見ると一羽のオウムが山火事を消そうとして繰り返し羽を濡らしては火の上に水滴を落としています。幾度も水辺と火の上を行ったり来たりして、息絶え絶えの小さなオウム自身も火の熱気と煙にやられながらも、ただ一心に飛び続ける姿に大釈天は衝撃を受けます。そしてすぐにオウムの元へ行くとこう言いました。この火事を見なさい。数千万里にわたって炎が広がっている。その羽では一度に数滴の水を落とすことしかできない。一体どのようにしてこの大火事を消そうというのか。するとオウムは答えました。私の心は勤め励み、怠ることはありません。必ずこの火を消してみせましょう。この体、力尽きたとしても命を捨てて、たとえ生まれ変わってでも誓って必ずこの火を消してみせましょう。その慈しみの心を見た大釈天は大雨を降らせて山を包む炎を消してくれたと言われております。
この物語では1羽のオウムの姿を通じて慈悲というものが説かれています。怯える動物たちの姿を見てかわいそうだと思った心、そして彼らの苦しみを自分の苦しみのように感じた心、それが慈悲の心であり、その苦しみを取り去ろうとする行いが慈悲の実践だと言えるでしょう。私たちはこの物語から慈悲の心とは何かということと、慈悲の心が持つ力について知ることができます。人によっては帝釈天が現れて雨を降らせてくれたなんて、そんなことはただのおとぎ話だと思った方もいるかもしれません。この物語のポイントは、誰しもが慈悲を実践できる素養を持っているという点にあると言えます。帝釈天が言ったように、小さなオウムの羽ばたきでは数千万里にわたる山火事を消すことは難しいでしょう。ですがオウムはそんなことは気にも留めずに、ただ慈悲の心を持って行動していました。それがついには帝釈天へと届き、雨を降らせたのです。言うなれば、この雨は救済の雨であり、それによって多くの動物たちの心が救われたことを表しているのです。そして最も重要な点は、ただ一心に山火事を消そう、皆の苦しみを取り去ろう、その思いに突き動かされたオウムの心はもはや苦しみを超越していたということにあります。慈悲の心がオウム自身を救うことにつながっていたのです。慈悲の心で満たされたオウムの心、その良い行いがカルマの力によって苦しみのない福楽をオウムに与えたのでした。慈悲の実践こそ苦しみを乗り越えるための道であり、この時のオウムの境地を目指すことが仏教における修行であるとも言えるでしょう。ブッダはこの世に作られたものは一切が苦であるということに気づきました。これを一切皆苦と呼びます。ではその苦しみをなくすためにはどうすればよいのか、この問いに対してブッダは次のように考えました。苦しみをなくすのではなく、その苦しみを感じている私そのものをなくせばよいのではないかと。慈悲とは私そのものをなくすための実践であり、私を手放した先に苦しみからの解放が訪れるのです。さて、雑法蔵経からもう一つ物語をご紹介しましょう。この前世ではブッダは一匹のウサギでした。あるところで一人の年老いた修行僧が行き倒れていました。老人は飢えと渇きから力が出ず、もう一歩も歩くことができませんでした。そこへ三匹の獣が近づいてきます。クマとキツネとウサギです。彼らは老人を哀れに思い、それぞれ食べ物を探しに行きます。クマは川へ行って魚を取ってきました。キツネは好みを集めてきました。ですが力のないウサギだけは何も見つけることができずに戻ってきます。自分だけ何も持ってこれなかったウサギはなぜか老人に火を起こすようにと頼みます。そして老人が火を起こすと、ウサギは私の好みを食べてくださいと言って自らその火の中に飛び込みます。炎に包まれたウサギでしたが不思議と熱さを感じません。実はこの老人の正体は帝釈天で、彼らの伏せの心を試すために地上に降りてきていたのでした。伏せとは他者に何かを施すことであり、慈悲の実践の形を表しています。ウサギは帝釈天が自分の伏せの心を試されたことを知り、次のように言いました。恐れながら帝釈天様、どのようなお方が私のこの伏せの心を図ろうとされても私の心中に伏せをしないという思いはございません。それを聞いた帝釈天は、そなたの素晴らしき行いがいつまでも忘れられないようにしよう。そう言うと月面にウサギの姿を描き、神々の住む城へと帰っていきました。この物語は日本にも伝来し、今昔物語の中にも同様の話が記されています。伏せというとお金など物質的なものを施すことをイメージするかもしれませんが、それだけが伏せではありません。真の施しとは、相手に喜びを与えよう、その苦しみを取り去ろう、そのような思いを持ってその時にできることを施すことなのです。なぜ帝釈天がウサギの伏せに感動したのかというと、ウサギが他者のために苦しむという大きな慈悲心を実践したからです。ですから何も与えるものがなかったとしても、ただその人と喜びを分かち合ったり、その人に同情して一緒に悲しんであげるだけでも、それは立派な伏せであり慈悲心の実践と言えるでしょう。相手のために苦しむと言われても、
自分が今苦しいのにそんなことができるのか。もしかするとそのように思われた方もいるかもしれません。ですが、苦しい境遇に自分を憐れんだところで苦しみは消えません。厳しく聞こえるかもしれませんが、それがこの世の真理なのです。物事は心に基づき、心を主とし、心によって作り出される。苦しい時こそこの言葉を思い出してみてください。そしてせめて心の中だけでも他者に喜びが訪れることを願い、他者の苦しみが取り去られることを願うのです。あなたが今苦しみの中にいて、そこから抜け出そうともがいているのであれば、それはあなたの心の中に苦しみと向き合う本質的な強さがあるからです。人生とは数千万里にわたる山火事のようなもの。オウムが帝釈天に言った言葉を思い出してみましょう。私の心は勤め励み、怠ることはありません。必ずこの火を消してみせましょう。この体、力尽きた時は命を捨てて、たとえ生まれ変わってでも誓って必ずこの火を消してみせましょう。ある者はこのオウムの行いを無意味で愚かな行為だと考えるかもしれません。ある者は慈悲によって数千万里の山火事を収めたと考えるかもしれません。実際のところは慈悲の実践を通じて知ることができるでしょう。ブッダは因果の道理を樹木を使って例えました。あるところに一人のバラモンがいました。バラモンとはインドの昔からの神官です。ブッダはこのバラモンに尋ねました。あなたは今までに不可思議なことを見たことがありますか。バラモンは答えます。あります。ある時私は500両の馬車で隊列を組んで旅をしていました。その日はとても暑くて、照りつける日差しに暑さで倒れるものまでで始めたのです。その時我々は胎児の下で寮を取りました。その胎児はなんと500両の馬車を覆い隠すほどで、さらに木陰が余るほどでした。あの時見たあの胎児の大きさといったら、本当に不思議なことでした。その胎児の種はどのくらいの大きさだか知っていますか。バラモンは答えます。確かカラシナほどの小さなものです。ブッダは言いました。まさに因果の道理とはこのことである。この話では因果小さな種、我が胎児に例えられています。初めは種だけ見てもそれが胎児になるとは信じられないかもしれません。ですが種は芽吹き育ち、いずれそれが胎児として成就することを信じる、これが因果を信じるということなのです。さて、それでは今回の話を振り返ってみましょう。苦しみを乗り越えるためには知恵と実践が必要でした。そのための知恵とは、物事は心によって形作られるということです。そしてその裏にはカルマという行いから結果を生じさせる力が働いています。これは因果の道理といって、百頭の像よりも強い力を持った普遍の真理でした。カルマは実際の行動からだけではなく、心に思うだけでも生じます。悪い思いを抱けば心が汚れ、悪い結果が返ってきます。良い思いを抱けば心は清らかになり、良い結果が返ってきます。そしてそのための実践が慈悲の実践でした。生きとし生けるものすべてに楽を与え、生きとし生けるものすべての苦を取り去る。与えるものがなければ、ただそれらを哀れに思って苦しむだけでも、それは立派な慈悲であり施しとなります。このような慈悲の実践により、私というものがなくなり、苦しみそのものが消滅するということでした。仏教における信仰とは、因果を信じること、小さな種がやがて胎児となることを信じるように、今できる小さな慈悲、小さな施しから始めることです。長々と語ってきましたが、いかがでしたでしょうか。因果を信じて慈悲に努めなさいと言われても、そんなものを信じられない、そんなことで苦しみは乗り越えられない、もしかするとそのように感じた方もいるかもしれません。ですが、生きていれば少なからずこの因果の道理というものを経験したことがあるのではないでしょうか。小さな怒りや不安が山火事のように心を焼き尽くして、さらに暗い気持ちに陥ってしまうということもあるでしょう。それと同時に、心の中で芽生えた小さな慈悲心がどんどんと育って、大切な人とポカポカした気持ちを分かち合えたり、そんな経験もあるはずです。あなたの日常が慈悲の心で満たされ、苦しみのないものとなるよう祈り、この動画を締めくくりたいと思います。それでは
ご視聴いただきありがとうございました。高評価ボタンを押していただけますと、制作の励みになります。動画をご視聴いただき込み上げた思いは、ぜひコメント欄へ書き込んでくださいね。お聞き逃しのないよう、チャンネル登録と通知オンをお願いいたします。